この野郎がふざけんなよバカ。どうもあえちゃんです。皆さん、本日新キャラの動画が来ましたってことで、ナミさんとウソップになっております。皆さん、新キャラですね。俺が予想してたのとはるかに違うものが来てしまったんですけども、まあ、個人的にはナミちゃん可愛すぎる問題ですね。ウソップはどれぐらい強いのか、まあ、今回ですね、まあ、この二人の評価をさせていただこうかなと思います。まずプレイ動画を見ていきましょう。船長だ。トルネードテンポ。来て当たるまでがオイラの仕事。そのしびれにご注意ください。サンダーランテンポ。では新キャラの評価やっていきましょう。まずナミさんからになるんですけども、まずアタッカーの赤になっていまして、まあ、通常攻撃に関しましては9点で、スキルを見た感じは 9.5 点とさせていただいております。まあ、実際なんですけども、まあ、特性とかがまだ出ているわけではございません。で、ぶっ壊れはナミさんがぶっ壊れなのではないのかなと思っているんですよね。もう通常攻撃もスキルを見た感じめちゃめちゃ強そう。もうとにかく強そう。で、回避成功すれば透明人間もなれるってバカげてますよね。まあ、多分ぶっ壊れで間違いないかなと思います。続いて、ウソップくんになります。青スタイルのゲットってことで、めちゃめちゃ熱いですね。まあ、眠り草で、相手に眠らせることができる新しい、まあ、状態異常になるんですけども、まあ、これがどれだけ強いのかに、関わってくるのではないのかなと思いますね。まあ、通常攻撃は今までとあんまり変わっている感じはしませんね。で、スキルの出は結構早い感じはしますけれども、まあ、あとは特性次第によっては化け物になるのではないのかなと思います。まあ、波と、ウソップを比べるのであれば、個人的には波の方が強そうに見えるかなと思っております。まあ、評価としては 8.5 の9点という感じとなっております。はい、ということで、今回の評価っていうことでやってきたんですけども、明日ですね、皆さん、新キャラ14時になりましたら、楽しみに待ちましょう。まあ、特性によって本当に化け物になるかと思いますので、特性を期待してお待ちしましょう。またなー。